あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。そういえば今回ね、ずっとねこの毎日宝箱屋に行くのを忘れてたのでね、毎日1回運試し、今日も明日も運試し、毎日宝箱屋へようこそ。さあ今日も張り切って開けてみよう。今回の当たりはこれ。今は一つも持ってないみたいだね。バズジェリー、バズブローブの落とし物。どの部分なのかは不明。場所森林エリア。あ、前に服作るんで使ったんかな。当たりの確率は3分の1。さあ今日はどの宝箱を選ぶ。じゃあ真ん中で。おう、そしな。いいハズレっぷりだな。でも今日がダメでも明日がある。ハズレは当たりへの近道さ。また明日来てくれよな。で、あの粗品は一体何なんやろうね。ちょっとその辺がね、アイテムを確認できないからよくわかんないんだけど。あれ？なんかさっきと猫の色が違う。さっきなんかもうちょっとオレンジっぽいキジ猫だった気がするんだけど。ってことで次で、水のエリアは、終了かな？次4つ目よね、多分。マネビトを連れて出発するか。ほい、出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒオ、イーナンアゴマサリトヒオ、キエーイ。おーし、行こう。行こうぜ、行こうぜ。よーし。これで。へい。はい。あ、間違えた。はいじゃねえわ。最初のさ、水と氷が二度った。水源エリアの、水の神殿。最後やね。ウォーターロッドとアームショット。あーってことは？あーってことは別に何もないんか。使えるのは兵士の服で。担いだ爆弾をワイで投げることができます。水の神殿1。へい、とりあえず。ツボ。どう進んでいけばいいかな。はい。フックショット。フックショット。アームショット。あれ、フックショットって今まで言いよったね。アームショットか。あれ、前までってさ、フックショットっていう名前じゃなかったっけ。気のせいかな。これは泳げるの？あ、泳げるみたいやね。で、あっち側のをもう一人。もう一人が取りに行って。でさ、杭がないけど、杭が。あれ何？あ、ここにウォーターロッドあるよ。で、この辺、上がれんね。どうしたらいいんやろ。ちょっと、あの金網。お、え、なになになに？怖っ。なんか、金網にぶら下がった。怖っ。そういうことができるわけやね。なるほど。んで、ここから先は、動ける。あ、あれは？へい、着いた。え、なんか時間が、あるん？ってことは消えたかな？よいしょ。ひゅー。あ、消えとるね。なるほど、消えるのか。あれ？ちょっと待って、これさ、あれ？あれ？これで移動することはできんのか？あれ？こっから先に。いけんくね？ね、いけんよね。だってこれ上がれんやろ、ここ。え、どうするんて。どうするんて。あれ？ちょい待ってね。あれ、この子は一体どこへ行けばいい？あれ？ちょっと待って。これ？なんかここ別に登れんのやろ。これは登れんし。あ、ちょっと待って、あれ、あ、ちょっとこっち先行って待機してちゃダメなんじゃない。ちょっとこっち行ってさ、これで、ポイって投げて、お、いけた。あ、違う。
で行けてからのここ。あ、でさ、あのこの時間内にこいつもこっち側に、こいつはこっちからじゃないといけんのか。時間内にこれで2人同時にやればいいってことやんね。おる？おるね。で、ほらこれで、おお、水がなくなった。で台ができて、あっ、こう上がれるってこと？お、上がれたぜ。え、上がれて、ここはいけんやん、ん、いけんやん。ちょい待って、どうすればいいんやろこれ、ん、どうすればいいんやろ。これ別に何も、お、え、え、水位が増えた、水位が増えた。え、あ、正解なんこれで。あ、これで上がれる、上がれるけん、アイテム持ってないこいつが、ウォーターロッド Y で水柱を作れるぞ。お、トライフォースが光った。これで、あとみんなこれでいけるってこと？はい、いけない。そっか、ウォーターロッドでいかんといかんってことやね。ウォーターロッドでいかんといかんってことは、ちょっと一旦みんな上がろうか。間違えた。ちょっと一旦みんなこっち上がってさ、にゃー、ふわふわで、で、これで渡っていくってことやね。これ真ん中のあの金網のとこ行ける？渡れる？オッケーオッケー、行けた。へい、これで、ほい、これで1面目クリア。次、水の神殿に。2で、ここは？あ、なんかみんなバラバラのスタート？下降りれるんこれ。お、降りれんし。え、ここモンスター出てくる感じやん。え、ちょっと待って、怖っ。みんなはどこ？え、これモンスター出てくるよね、多分。待ってね。あー、ほらほらほら、怖い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 。あれ違う、あれモンスターじゃないや、水やし、水が出てきたし、やっぱモンスターやった。ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って、足場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 欲しい、足場欲しい。え、こんなところで戦う感じ、ちょっとずりーわ。敵で、他の敵は、他の敵は、え、あれはさ、水中におるんやね。巻き上げる系かな、また。あの、前のボスみたいに。ちょ、待って、次こっち上がれねー。ちょっと待って、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 待って。え、怖い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 。はい、上がれねー。え？ちょっと待ってよー。怖いってばー。ちょっと体力なくなるって。はい、体力なくなるー。あの、ちょい、怖い、怖い。あの、おいしょ。あのさ、これ、隠れんなし。うわー、鳥肌、あ、待ってよ、ちょ、え、なになになに、怖い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 。え、なにあれ。え、待って、めっちゃ鳥肌立つんやけど、何あの敵。え、やば、怖。ここは一体どう行ったらいいんやろう。とりあえず、とりあえずはこれじゃん。もう、ね。いや、もういろんな感じ。いろんなのが。あ、これだ、こいつはもうこれ。これで巻き上げての、こいつマジで気持ち悪いんだけど。いや、ほんまさ、マジで気持ち悪いんだって、こいつ。こいつ、こいつ、こいつ。こういう感じでやっつけていくしかないよね。
ちょっと待って、ちょ、魂をこっちへ、魂をこちらへ移動させてからの、はい、怖い、こいつマジで怖い、こいつマジで怖いから、やっつけた。やっといけた。いや、やっといけたんだけどさ、ちょっと、アームショット、アームショットのやつ、ちょっと来て。来て来て来て。で、どこよ。こいつがトーテムしなきゃいけん感じかな。もう一人。ちょい、逆。もう一人、ちょっと来て。で、で、へい、水がなくなった。で、ちょっと体力が回復したいんだ。ね。ピコピコうるさいし。え、これ別に水なくしても進めれるやろ？よし。はい、オッケー。え、でさ、トライフォースはどこに現れた？てか、トライフォース現れた？ちょっと待ってね。ロッドは赤だ。ロッドを持ってんのは赤だ。え、ちげえわ。ちょっと待って。これで、こう行って、あ、違う、これ金網やん。金網ってことは？え、違うね。あれ？ちょっと待って。この二人、あれ、どこにおるん？下におるんか。二人で、あれ？何ここ？あ、あっち？これ、一人ずつこっちに渡ってって、からのウォーターロットってこと？かな。とりあえずちょっとトーテムして、ロットで上上がってこう。お、あっこになんかあるけど。ここになんかあるけど、ん？これはどうしたらいいんだ？このちょっと入れ替えがね、ややこしいんだ、いつも。これで、で、こうで、あ、これまた回復くんおるやん。あれ？できんね、関係ないんかな。ちげえ、これで、二段目のやつが、あれ？あ、ポイッと。よし、いけた。で、行って。あと2個ほどないかい？ハート。破裂したんだけど、あと2個ほど欲しかったんだけど。で、これどうすればいいの？あ、こっからのあれか、ロットか。あれ？これで、ロットで、え、待ってよ、一人で、で、ウォーターロットからの、いや、いけねえ。あれ？ってことはやっぱりこの子も下？あ、で、ここで、違う、ここでロットあれ？で、金網の部分はダメ。下に行っちゃうってことか。だから、この辺りで、あ、違うね。違くって、この辺りか。この辺りで、じゃ、ダメじゃん。ダメじゃん。この辺りでやって、で、こうやってからのこうだ。おー、ややこしい。で、水位が上がって、これでいける。おーし、いけたー。なるほどね。難しい。難しい。おし、これで、
やっと。で、次はステージ3?え、3になったよね。なんか、またタコやし、ちょい待ち。ちょい待ち。届かねえ。あかん。ちょい待って。ちょい待って、あかん。いていていてい。これでさ、攻撃にはならんのよね。ってことは赤で、赤でこう巻き上げてのこうだ。へい、オッケー。で、あっちになんか金網があるけん。あ、裏側へ行った。で、なんかスイッチあるよ、これ。これ。でさ、多分あの向こう側にもスイッチがあるんよね。あれ?向こう側にもスイッチ。あー、こっちから渡っていけるってことかな。で、こうで開く。よし。ってことで赤、赤はこっから普通に、いてててこっから普通に向かって、なんか鍵穴があるね。鍵穴があるけど、あとはどうしたらいい?これ食いかな?あれ ?2 段じゃないとあかんってことか。ちょっと。あー、ちょっと待って。赤を一番上にして、で、あの、ウォーターロッドで。あー、やべえ。あー、びっくりした。超びっくりしたわ。あ、落ちよった、また。んで?あれや。これこれ。んで?あ、水が増えるんや。あ、水増えるってことはタコの高さと一緒になるやん。へい、待て。へい、待てよ。ほら、タコタコ。よし。んで、次こっちね。巻き上げてからのほい。んーで、次。これは泳い、金網か?金網に、あ、違う、あっちや。ちょい待って、あっち側やね。あの、こっから、いいミス。こっから、え?あ、トーテムや、トーテム。トーテムしてからの、あれ?届かんや。え、トーテムしたらなんか、ああ、いけたいけた。これで、あっち側に行ったやろ?行って、ん?これ下通っていけるんやない?お、宝箱。20ルピーゲット。鍵じゃないんかい。で、お、来た来た。ん?来た来たはいいけど、上がれねえ。なるほど。ってことは、こいつがまた、こいつが、あの、こっち、トーテムして、で、これで渡るやん。渡って、あ、で、これで、ポイッと。お、宝箱の上に立ったぜ。ほい。お、鍵。鍵をゲット。あ、びっくりした。投げ捨てたと思った。あー、そっか。しまうボタンとかないんよね。ちょっと待ってね。じゃあ、その前に壺を。うんうん、これで。スイッチ。お、開いた。開いたぜ。で、ちょっと待って。あの子、鍵持ったまんま。あ、そっかそっか。こっちから、あの、このウォーターロッドで迎えに行けばいいわけね。これで、で、この子抱えて、あ、そっかそっか。あれ?え、ちょっと待って、ちょっと待って。この子抱えてっていうか、あれ?あ、そっか。
こっち。あ、間違えたわ。左遷。赤が、あれ？いや、違うぞ。わけがわからなくなってきた。あー、そっかそっか。これで、とりあえず赤が、あ、ウォーターロッドが使えない。どうすればいいんだ、これ。あれ？鍵は、どこ？なんか向こう側にも多分、何かしら。あれ、どこだ？もう一回これを回したらいいってことかな？ってことは、ちょっととりあえず一回来て、で、こう持ち上げて、で、あー、いけたいけた。あー、そこや、そこそこ。そこに鍵穴があるけん。あれ？で、鍵を持って、あー、ダメだ。中には入れない。中には入れない。で、ちょっと、ごめんね、ちょっと。ウォーターロッドで、ウォーターロッドでちょい持ち上げ。はい。これで、これでどうしたらいいんやろ。あ、これ、こいつが、いかだに乗って、で、あ、こういうこと？こういうことかどうかわからんけど。で、次。ごめんね。あ、で、次、こいつが、これを。あ、なるほど。これで進んでいけば。これで進んでいけば、たどり着く。鍵のとこに。違う違う。これで。なんでそんだけしか進まなかったんだ。え、これ以上進まんの？えい、待てよ。ってことは、とりあえず、あれ？とりあえず、これ赤がさ、あ、向こうに鍵渡せた。で、こっちへ行って、で、これを持って、で、リンクが、よし、これで、はい、乗れ。乗るやん。よし。で、あと、この子、あ、これで、あっち側に、鍵を、ほいっと、やって、おー、いけたー。で、トライフォースがもう光寄るけん。これでね。よいしょ。あれ？ちょい待て。これで、ね。これでクリアと。よし、いけた。あー、ちょっと難しかった、ステージ3。で、次、ステージ4。4やけど、体力はハートが1個減っとるだけ。あ、水や、また。あ、そっか、そりゃそうよね。水のエリアやわ。で、なんかイルカショーとか始まりそうな感じ。うわ、びっくりした。もうやめてやね。私何気にビビりなんやけんさ。なんか目玉が出てきた。目玉？ワート。これはフックショットかな。へえ、なになになに。そういう、なんか一個ずつ攻撃する系。でもこれあんまりダメージ与え、あ、2回攻撃したら死ぬ。もうちょっと手前行った方がいい。あ、ちょい待ってよ。よし。
ね、いい感じいい感じ。あれさっきさ、水中に沈んでいったやつらは、え、なんか本体現れた。へえ、なにこれ、クラゲ。ちょい待って、え、これはどうしたらいい、下に降りる感じ。へえ、滑り降りた滑り降りた、しかも怖い。これ直接近づいてて大丈夫なの。あーあ、これさ、あれじゃない、またさ、あのこれフックショットはフックショットなんやけど、あの2段じゃね、あれ違う、これさ、あの切り離された時に、これ切り離された時さ、1段でもいけんじゃね、いけん、ちょっとさっきからさ全然当たらんのよね。いけんのか、そう。でもさ、あれでこっちに当たるんやけんさ、いけるんじゃない、いけんの。ちょい、おいでおいで、私全然方向違えけん、ちょっといまいち。うお、あの飛び出してきた時につかめばいいんよね、つかめば。けどその距離感がさ、あんまつかめんっていうか、ほらこの地道に、あの切り離されたやつをやるのが一番なんだ。あー、やべえ。てかちょっと待ってね、周りにおる方のさ、リンクさ、ちょっとあの体力回復を。あゆらがハートをゲット。これあれをね、一人やったらさ、あの自分が操作しよるやつ以外は攻撃されんけんまだいいよね。それなかったらもうとっくにやられとるわ。へい、回復したよ。回復したから、あと下頑張れ。へいへい、へい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 、こっちこっち、はい、投げてこい、こっち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 、投げて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 って、全然攻撃できてねえし。はい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 、よし、待って、そこハートある。はい、あとちょっと、あと3つぽいよね。あれって何、目な、なんか縦にさ猫目みたいな感じでなっとるよね。そういえばクラゲって猫目やったっけ、違う、なんかあのポケモンのさ、メダクラゲがそんな感じだった気がするけど、毒クラゲもなんかね、猫目っぽい感じあったよね。でも違う、よし、ふい、へい、なんか必ず緑のリンクを見てしまう。あと2個、あと2個やけどさ、あの周りのあの丸いやつやっつけただけでいいんかな。なんかこう本体は、そしていつの間にやら、いつの間にやら、あと1個なんだ。こっち向いて、投げて投げて、はい、はい、来た来た来た、おし、いけた。へ、ちょいちょい、第3形態来たよ。え、超怖いんやけど、何あれ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 、え、何事。でも第3形態ってことは、これ多分さ、あれでしょ、待って待って、なんかピンクになっとるけど、この間にこうバシ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 、あ、いけそういけそういけそう、あ、ダメ、目玉を攻撃、目玉をフックショットで攻撃、目玉目玉ちょい、目玉で倒れとるところを一人で、お、いける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 、あー、まだか、ちょい待って、怖え、あー、怖い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 、でも離れとったら効かんけんね、あれ全然。これで次、これでいけるんじゃない、まだまだかな、体力が見えんけど、お、いけたー、やったね。なんかあの下にも目みたいなのあるけど、おっしゃー、やった。
ったね。てかこれさ、こういう風になりよる間にもルピーが消えていきそうになりようやけどさ、それはどうなん？へー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 、ルピールピールピー、集めろ。よし、オッケー、行こうぜ。これでクリアー。よし、お、これで水は全部いったね。しかも今回いつもよりルピーが取れた。ドレスキートを手に入れた。あとの2つは？あ、あのタコのやつ欲しかった。タコ足。水の神殿クリア。イエイ。ね、いつもより合計数多分でかいよ。妖精1個減ったけどね。今回も写真は大丈夫。ということで今回もこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あれ、今回新しい服作れるようになったと思ったんやけどな。